晴れ町恋の味方。今回恋の味方の舞台になるのはイオンモール岡山6階にあるタリーズコーヒー。全国におよそ560店舗を展開しているシアトル発祥のコーヒーショップです。世界各国より厳選したアラビカ種のみ使用。北欧のリビングをイメージした店内でリラクゼーションや語らいの場としてくつろげます。そんなタリーズコーヒーで見つけた恋が始まるアイテムとは。ああ、今日は何を買ってくれるのかな。うららちゃんお待たせ、買ってきたよ。仕事お疲れ様、ありがとう。どっちがいい？こっちはチョコリスタで、こっちはフルーツスプラッシュマンゴーベリーココって言って。レモン風味で爽やか。そっちが気に入ったんだね。レモン風味が爽快なフルーツスプラッシュマンゴーベリーココ。マンゴーとイチゴ果肉、さらに食感が楽しいナタデココを加えた炭酸ドリンクです。マンゴーとイチゴも大好き。甘いもの食べてるララちゃんって可愛いね。もっと見たい？ん？どういうこと？もっと見たい？え、それってこれも飲みたいの？ダメ？買ってきます。チョコリスタはタリーズオリジナルのフローズンドリンク。仕上げにクーベルチュールチョコレートチップをトッピングしており、パリッとした食感がアクセントになっています。これ美味しくてずっと飲んでられる。俺はうららちゃんの映画をずっと見たけるけどね。もう何言ってんの。ほんとほんと、一生見てたいな。何それ、プロポーズ？プロポーズはまた今度。待ってるね。心理学にも詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、フルーツの美容効果により肌が潤い、さらに可愛く、チョコレートが持つ幸せホルモンにより行動が積極的になるかもしれないんだとか。この2つのドリンクによって女子は恋の真っ只中にいる気分になるため、2人の距離が縮まるかもしれないとのこと。イオンモール岡山6階にあるタリーズコーヒーには、他にも好きな人との距離を縮めるアイテムがあるかもしれませんよ。ここでお知らせ。OHK ではインスタグラムのアカウント大晴れライフでイオンモール岡山の情報を発信中。ぜひフォローしてくださいね。今日も恋の味方の撮影終わりました、はい、今日の撮影はいかがでしたか。今日も楽しかったですね。はい、楽しかったですね。久々ですね。久々です。はい、一緒にやるのは久々でした、うん、今日のドリンクはどうでしたか。そうですね、チョコのドリンクの方は意外と甘さが控えめでさっぱりしていて、とても美味しかったです。甘いものが苦手な方でも美味しくいただけると思います。で、フルーツがたくさん入ってる方は見た目がね、まず可愛らしかったですよね。夏らしくて、刻んだマンゴーとね、イチゴが入っていて、とっても映えるなと思いました。味もとても美味しかったです。はい、カフェはよく行くんですか。はい、カフェよく行きますよ。一人で、ね、行くこともあるんですけど、読書をしたりとか、ちょっとあの調べ物を携帯でするときとかにカフェに立ち寄ることはあります。カフェはよく行きますか。僕もカフェは結構行きますね。ああ、休みの日に友達とカフェ巡りとかしてます。いいですね、おしゃれで楽しい、うん、ぜひ皆さんもカフェでドリンクを飲みながらデートをしてみてはいかがでしょうか。今日も恋の味方の撮影無事終わりました。次回もお楽しみに。お楽しみに。